マグネットホールディングス T ゾーンと読むラティーゾーン。T ゾーンはかつて日本や台湾、韓国に存在したパソコンショップやパソコンパーツ販売店に使用されていた屋号。運営会社は当初は株式会社、アド電子工業で、後に株式会社 CSK、エレクトロニクス、株式会社 T ゾーンと称号変更。2003年の会社分割による子会社移管後の 運営会社は株式会社 T-Zone DIY で後に合併により株式会社 T-Zone ストラテジーに称号変更。以前はパソコンショップとして大規模な店舗をチェーン展開していたが業績悪化により次々閉店し2010年11月29日最後に残った秋葉原の T-Zone DIY ショップも閉店し廃業となった。2006年時点で 社名並びに、ブランド名の表記は、T ゾーンと T ゾーンが混在して使われていた。T ゾーンはアド電子工業と、豊村の事業提携から始まった。株式会社アド電子工業は、1975年に創業した、国外資本の電子部品商社で、主に米韓内相手の交易を行う傍ら、秋葉原に店舗を構えて小売りも手掛け、 マニアが集うマイコンブームの中心地の一つでもあった。一方の株式会社、豊村は、1956年に豊村電気商会として創業。電子部品やアマチュア無線機器などの販売を行っていた。1987年、豊村が本店ビル T ゾーンを新築中に資金難に陥った時、当時株式の店頭公開を行ったアド電子工業が、 資本参加し、テナントとして入居、t ゾーンの称号を用い始めた。アド電子の店、t ゾーンアドでは、早くからアップル社のマッキントッシュ、IBM PS、2シリーズ等の海外製パーソナルコンピュータの並行輸入品や PC、a t 互換機も扱っていたが、1980年代、後半のパソコンの本格的普及期がバブル景気と重なった追い風を受けて、 隣接する家電量販店のザミナミを機関店にパソコンショップ T ゾーン各店を日本国内のみではなく国外でも展開するまでに成長した。またイオンと共同でジャスコ店内に J ゾーンを展開していた時期もあった。最盛期には売上高約1000億円20店舗、社員約500人を数えた。しかし、請求すぎた事業拡大や バブル崩壊による金利負担の増大や主力商品が一般化して品ぞろえの独自性がそがれ安売り競争に巻き込まれたことなどで経営が悪化。1995年に独立系システムエンジニアリング企業である CSK の資本参加を受け入れて同社の子会社となり、1999年には社名を株式会社 CSK エレクトロニクスに変更した。 2002年、親会社 CSK が、創業者の大川勲名誉会長の死去に伴い、方針転換し、肥大したグループ企業群の整理に着手。投資ファンドである、株式会社、ビーナスファンドホールディングスが、CSK エレクトロニクスに対して、公開買付を実施し、取得株式82.76%で、子会社化され、社名を株式会社 T ゾーンに再変更した。 以降、名義上の株主が転々とし、T ゾーンは実業職を薄めて投資用持ち株会社の性格を帯びるようになった。これと前後して、不採算店舗の撤退を開始。同年2月8日に、秋葉原本店をリニューアルしたものの、5月31日には T ゾーン秋葉プレイスへ移転縮小。しかしここも黒字化できぬまま、翌2003年2月に店舗を三分の一に、 再縮小した末、4月20日に突如閉店。結局、元の t ゾーン、アドの業務形態に近い t ゾーン DIY ショップだけが残った。2003年8月には会社分割を実施し、株式会社 t ゾーンは株式会社 t ゾーンホールディングスになり持ち株会社化。パソコンパーツ関連部門は新設市会社の株式会社 t ゾーン DIY に移管された。 さらに2004年10月、株式会社 T-Zone DIY は、同じ T-Zone ホールディングス参加のソフトウェア会社である、株式会社、ストラテジーと合併し、株式会社 T-Zone ストラテジーに改編された。2003年以降1店舗体制で事業を継続していたが、1店舗体制ゆえ、大量仕入れのメリットを享受できず、2010年3月期決算で赤字に転落していた。 その上、2010年9月に、親会社のマグネット、ホールディングスが、税金の滞納により国税局から差し押さえを受ける、こととなり、連結子会社の T ゾーンも経営1億4500万円を差し押さえられた。これにより、運営会社の株式会社 T ゾーンストラテジーは、事業継続が困難と、判断、2010年11月29日に、 事業の全部を同年12月31日付での廃止することを決定。これに伴い t ゾーン DIY ショップは同日の営業をもって閉店となった。また t ゾーンの事業上とは行われずパソコン関連製品販売事業に関する資産をパソコンショップドスパラを運営する株式会社サードウェーブに売却し2011年以降 t ゾーン店舗跡地に ドスパラの新店舗として、ドスパラ PC パーツ館が開店する予定であると発表された。2011年2月7日、同年3月4日に T ゾーン店舗跡地に、ドスパラがドスパラパーツ館を新規開店することが発表され、予定通りに開店した。一方、T ゾーンの一部スタッフは、グッドウィルの子会社、株式会社ウィルが手掛ける PC パーツショップ。 PCDIY ショップフリートの運営に参加、2011年4月29日に開店した。その後2012年4月20日にユニットコムが事業を継承し、同店の運営を行っている。現在は秋葉原地区の店舗ブランドは、バイモアに統合されている。アゲオ店と静岡店は、その後、豊村として無線機器、パーツ専門店となっている。 2002年6月には、当時の T ゾーン本店にあった、美少女ソフトアニメ継承品取扱い部門を分割して設立したエマニアを、7月19日には新たな業態として、メイド喫茶、メリーズを開店している。その後、エマニアは閉店、メリーズは、カフェマイ、リッシュへと店名を変更した後、ソフトウェア流通、販売し会社 J ノードへ事業を移管。 同社株式売却を経て、現在は株式会社メイリッシュによる独立した経営を行っている。ありがとうございます。